じゃん。どうも、水光マンです。水光マンが出てきたということは、そうです。Uber Eats のアメ稼働についてお話ししていきたいと思います。今回の2つの動画の言い忘れてしまった点と、まあなんか補足とかなんかいろいろなやつ。アメ稼働をする上で、これを外しては語れないっていうものが、あるんですけど、スマホホルダー、やっぱアメ稼働で普通にスマホホルダー、いつもと同じようなものを、防水ではないものを使ってしまうと、やっぱり画面に雫がねいっぱいついちゃって、全然こう操作できなくなっちゃう、タッチパネルが。なので、僕は結構ねいろんなスマホホルダーをいろいろ試してたんですよね。僕はねいろいろ今まででアメ用のスマホホルダーをね、これとかこれとか、これとかいろいろ試したんですけど、やっぱり最終的にスマホでやってます、そのまんま。っていうのもやっぱいろいろ防水のね、自転車につけれるような、防水のスマホホルダー使ったんですけど、やっぱり結局、タッチパネル対応とは書いてあるんですけど、やっぱりその雨のね雫が邪魔してうまく、操作できなくなっちゃう。でそれだったら何にもつけてない状態と一緒じゃんと思って、でどうせ iPhone 防水だしちょっとぐらい濡れても大丈夫だし、僕の今のスタイルはこのモンベルの、レインウェア、ここにね、ポケットあるんですよ、胸ポケットが。でこれ防水になってるんで、ね、このチャックがここの中はもう水入ってこないんで、ここに、スマホを入れて稼働してます。やっぱこれがねいろいろ試して結局こうなった。いい点と悪い点があって、まず悪い点は走行中に地図の確認ができない。まあここに入れちゃってるからね。まあその点に関しては商品ピックしに行って、で配達スタートして、で大体のドロップ先をもう暗記しまして、でポケット入れて、で大体のとこまで行ったら、最後最終確認で、もう一回取り出してドロップ先を確認するっていう、まあ流れですね、僕は。なので土地勘ない場所だとこのスタイルはできないです。だからそういうことを考えると、何やってるエリアで、雨の日も稼働するのが、おすすめかな。やっぱあと土地勘ないと、どこに排水溝とか滑りやすいマンホールとか設置されてるかとか、いろいろ分かんないことが多いので、やっぱりそういうの全部把握してるエリアで、稼働するのがやっぱり安全でもあります。でまあ僕はいろいろ試して胸ポケット派に、なりました。あと、まあ、やっぱ真冬の雨の日限定の話なんですけど、手袋ね、またモンベルになっちゃうんですけど、これモンベルのこれこういうこんな感じの、これ8000円ぐらいするかな。でゴアテックスかな、一応これを今日使ったんですけど、まあ、まあまあまあ普通の手袋をして上からこうはめてやったんですけど、左手はいいわ、左手はずっとほぼつけた状態、つけた状態で、でピックドロップ商品受け取る時と商品渡す時だけ、まあ外して、まあどっちも外して素手でこう渡して、これのやっぱダメなところは、まあタッチパネル使えないと、対応してないんで、結局そのドロップ先確認するためにこう胸ポケットから出して、まあ左手でスマホ持ってこう右手でやろうとしても、こっちまでわざわざ外してこうやんなくちゃいけないんで、めっちゃめんどくさい買ったんで、もう右手はもう捨てて、右手はもう素手で、今日ずっと稼働してました。もう右手死んでましたね、右捨てで稼働してました。やっぱここね切っちゃおうか迷ったんですけど、やっぱもったいない、もったいなくてちょっとできないね。普通の手袋、こういう布の手袋、これはもうどっちも空いてるんですけど、いない普通の手袋を普段僕は使ってて、それは右手のこの2つ、
人差し指と親指だけこう切って使ってるんですけど、まあそれはすごい楽、うん、これはお試しください。でやっぱ雨の日は布で行くわけにはいかないから、ゴアテックスつけなくちゃいけないんですけど、うーんやっぱりね外す手間がすごい、すごい外す手間がねかかる。それがすごい嫌で、やっぱ外す手間と手どっち取るかって言ったら、手は捨てて素手で、行きました。本当にもうね何も感じない状態になってた、右手だけ。これはちょっと今後の課題なんですけど、どうするか。これ切っちゃえばもう解決なんだけど、8000円だからね、これ切るのちょっと抵抗あるから、なんか考えます。はい、ぐらいかな。以上、言い忘れてたところでした。